あ、撃つんだなって言って静かにしてて、こういうふうに今度は前へ進んでるから止めなくちゃならない。あ、いい、こんなような格好で船を止めるんですよ。じゃあそれをそこでやってみましょうか、ちょっと。はい。どこか来たんだろうか。76のじじいになりたくねえや。なあ、そうだよ、松たか子がね、あの声でね、おいらのナレーションやってくれたって。ここには来なかったよ。何かナレーションやって。ござ2枚ぐらい持ってきて、ござ2枚。耳が遠いの？そう、ござ2枚。おい、新ふときだぞ、まったかこ。頑張んなきゃ、二人とも。新ふときだよ。誰飲んのよ。あ、僕が。父さん、はい、どうぞ。で、はい、ゆっくり体低くしてね、滑るから、滑るから。滑ります、うん、滑るんだよ。めっちゃ滑ります。頭打つとあの世行っちゃったらと思ってこの人、あの世は地続きだな。バカあるんですよ。あの世に連れて行くの。あのね、すごい笑こんなような格好でさ、まあ、でそこのところ、あっちで、こういうね、こんなような格好。あんまり隙間がさなくていいでしょ。はい、この竿じゃないのよ。もうちょっと太めの竿ね。これは、ここで、ほら、いらっしゃいませとか、貸しボートっていう旗竿だから、普通の人だと、みんな折っちゃうのよ。遅いから。折れちゃいそうです、ね。うん、だから普通の人は折っちゃう。俺たちは折らない。プロだから。俺、夕方なんか絵になるよ。こういう、ね、時代劇なんかで。これぐらいだったら嬉しい。船の中からこういう風に向こうを見るとか、こっちを見たりさ、全然違うでしょ。これでまたね、春になって草が生えるでしょ。こう草が生えてくるから、ちょっとまた違うのか。今巻くんで、みんな枯れ木だったんでしょ。だからちょっと違うかな。ちゃんにインタビューをする佐伯さんとかかな。
山のおっちゃんの先導で2人乗って出て行けばいいんじゃない。2人最後最後ああ、2人乗れんのかなっていうおっちゃんの指導の元に。ちなみにね、水辺ワイヤレスかなり飛ばない疑惑あるから、そこはもう、まあ最後ダッシュは無音みたいな感じで可能ですね。ダッシュの後にこれ、いやダッシュを取るかこっちを取るか、すごいナチュラルに言ったなと思って回してなかったけど、回してた、回してましたよ。さすが iPhone 動画も使われてる。 iPhone 動画やっぱ6分ぐらい回した。いいよ、もう連れてかれんじゃん。あの世に来て止めてくれないの。あれってさ、折れたらどうするの。シュンってる。動かないところを見せたい。マジであの世とこで。あ、そうだね。行けばいいって。